食べ切りました。食べ切ってへんやん。そんな一番今叩かれるしね。綺麗に食べてください。叩かれてなんぼやよ。もうええねん。叩きが叩かれ、叩いて食べて。何言うとるかわからん。持っといたら死ねえもう。クジャク団スタイルでいきましょい。今日何するかします。いや、飯食いに行こう。はい、うん、で値段が当てれるまで、うん、食い続けてもらいます。え、シーフードパエリア。シーフードパエリア1つで、ミラノフードリア。ミラノフードリア1つ。はい、ミラノフードリアとシーフードパエリアと1つ、はい、ジョッキーでよろしいですか。はい、水入り口になります。ありがとうございます。ミラノフードリアこんな通り。自分でも分かんない、はい、それはもうシーフードパエリアか。そうですね、食べたことないな。さあ来ました。何なのシーフードパエリア。 人を装ってる。食べきってから値段言ってください。で当てれば終了、当たらなければ続行でバンバン頼んでいきます。いいえ、僕ぶっちゃけ余裕でしょ。牡蠣あんま食べれたことない。しんど頑張って食べてください。とりあえず、あの時間制限とかないんで全然。ああ、わかりました。田中さんが吐くか。なるほどね。普通に満腹で帰れるかっていう。満腹が店が帰れっていうか。はい。これ混ぜた方がいいのパエリアってどうなの？知らんて。好きなお好み。ほんまに食べたことないね。俺もないね。混ぜた方がいい。好きに食えや。自分のなんか美味しい感じで食えや。わからんけど。早速。初パエリアぐらいですね、僕。はい、いただきたいと思います。汚い笑顔やな、ほんま。ふうふうすんなよ。ちょっと湯気出てんねん、湯気出てんねん。おっそぼ髪の毛ないな、あいつ。はよ食えや、もうもうええねん、そんな。生きてて、はよ食え。食わな言えませんから、値段。まあ、1品目なんでね、まあ、こんな余裕あると思うんですけど、これ2品目、3品目だと結構ね、もう当てにくるやつ頼んでるんで。おい、やめる気？やめる気？なあ、なあ、ゲロ食うてんのけ。なんでもっと楽しそうに食えへんねん。そんな嫌やったらやめるけ。1品目やぞこれ。5、6品目の顔して食えへんけ。切ったわ今、なんか食い方もやらない混ぜて食えよ、バン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 。食い方汚いし、なんか美味しそうにも見えへんし。鳴らすなよお前、グラウンドちゃうねお前。トンボやんけ、トンボかけて無理なんて。シーフードパエリア、はい、以上で。田中さん食べれなかったらもう一品。あ、どうぞ。田中さん食べれなかったらもう一品ですね。当てれなかったら、すみません、当てれなかったらもう一品。僕は田中さんがね、当てれると思えないんでね。あ、米の黄色と歯の色一緒やんけ、お前。何で食うてんねん、それ。いらんやろ、それ、貝。いらんて。いらんて。ちゃんと綺麗に食べてるでしょ。綺麗、お前、手。もう、アジアの子やんけ、一緒に。最後、口合わせてください。口ちゃんと飲み込んでから、最後に値段発表ということで。当てたら終了です。さあ、一皿食べました。ほんま当てんで、俺ほんま知らんけど値段は。全然当てていいです。ほんまに。マジで頼んだ。当てたら終了です。いくね、はい。じゃあ田中さん、シーフードパエリアのお値段どうぞ。いくらですか？口で言ってください。449。ブー。田中さん、まだ一品目ですよ。全然食べてないです。つまらんやん、何がつまんねん、おい。いや、歯取れたんちゃう、これ、おい。おい、歯取れたんけ、これ、おい。まだ取れるやん、汚いな、お前、ほんまに。
バンバン詰まってるやん、パエリア最強や。え、なんなんこれ。ちょっと待って、これこれ歯開け、なんや乗せていくね。汚いな、お前マジで。のパエリア来ました。はい、見ましょっか。これ食べ切って、また値段言って当てれば終了、当てれなかったら続行ということで。さあ、じゃあまだ2品目やって、マジでおかしい、早すぎるて。田中よ、2品目やで、マジでなあ、2品目やで。それ外したら、じゃあね、僕なんか意地悪やからシーフードパエリア頼んだろう思うたけど、違うの頼んだるから、それは食い切って当てたら終わりやしね。ちなみにおい2品目やぞマジでなあ。昨日俺この話した時、なんでやる言うてなあ、なんで打つって。食べ切りました。食べ切ってへんやろ。そんな一番今叩かれるしね。綺麗に食べてください。叩かれてなんぼやよ。もうええねん、叩きが叩かれ、叩いて食べて、何言うてるかわからん。持っといたら死ねん。もう一応ほんまに食べ方はもう仕方ないとして、一応残さず綺麗に食べてください。2品目ですからね、皆さん。これ4品もちょっと来たら、もうちょっと綺麗に食べましょう。さすがにもうちょっと綺麗に集めて、一応ね、マナーというで、もう気持ち悪いな、おっさんの話集めるな、その向こうをそれが取りやすいんだな。もうちょっと一応ね、絵面が悪いんで、はい。スプーンの方が取りやすいんちゃうんけ、もう。はい、はい、じゃあ田中さんが食べたシーフードパエリアのお値段どうぞ。吉田さんから大ヒントいただきました。大ヒント、はい、いきます。399円。はい、田中さん399円、ブー続行というパエリア、はい、以上で取りましたよ、取りましたよ。泣いてんのけ。いや、なんでつまんの食べるたんびに。おおおお、なんやなんや、何が、いや、歯やろそれ。おい、何本抜けんねん。おい、一食一本抜けるやんけ、お前。おい、さあ、田中さん3品目来ました、シーフードパエリア、値段が当てた時点で寝てんの死んでんの、なえ現実逃避けよ。シーフードパエリア3品目、これ結構でもね、僕チャンス上げてると思うんですよ。同じ食べ物でもう値段2回外してるね。あ、この値段違う、この値段違うっていうので、だんだん当てれるんじゃないかと思うんですけど、他にも限界で食べれないという時は、一応まあ YouTube 見てる方1名にスイッチプレゼント自腹で、ほんまに限界になった時はそうですね。行くで、もう勢いで行くで。はい、取ってるんでいいですね。値段当てたら終了なんで、ギブアップの場合は、見てる方に、スイッチ1名さんプレゼント、田中さん自腹でということで。減ってへんやん、減ってへんやん。ただ飲み込めない。ギブアップ、任天堂スイッチ1名様に田中さんが自腹でプレゼントということで、
せなあかんねん。そう、そりゃそうですよ。条件ありますけどね、一応プレゼントにもらうにチャンネル登録して、ちゃんとなんすかコメントツイッターでもいいですか。なんかまああの次の配信というか YouTube であの応募方法を言うので一応プレゼントしていただけるということで。無理。じゃあこれギブアップで終了ということで。どうですか、田中さんやってみて。ちなみに食べきってないですよ、値段言ってみてください。最後分かってん。はい、だ食べきった方がいい。いやもういいです、もうプレゼントするんです。田中さんちなみに値段言ってください。もう549円。無理やわ、こんなんもう無理や。正解が、599円。高っ。ということで高っ。田中さんが残したパエリア、こっちごちゃごちゃ美味しくないとか言ってましたけど、ほんまに美味しいんですよこれ。いや早っ。ちょっと待って。